これもなんか違うわね。やっぱりさっきの方が。イルちゃん何考えてるの？新しいレシピ？あら、ヒリス、ちょうどいいところに。今どんなアトリエを開くか、いろいろアイデアを出してるところなのよ。でも思うようにまとまらなくて、もしよければ相談に乗ってくれないかしら。もちろんだよ、だって私たち親友だしね。それじゃ遠慮なく。とは言ったものの、こんなアトリエにできたらいいなっていう理想はもうあるのよね。あれ、そうなの？じゃあそれにすればいいんじゃ。ううん、あたし一人じゃ無理だって。それにはあなたが必要なんだから。え、どういうこと？あたしの理想のアトリエはね、あなたと一緒に二人で調合できる場所なのね。えヒリス、もしよかったらあたしと一緒にアトリエを開かない？結構前から考えてたのよ。なんだかんだあなたとは長い付き合いだし、相性も悪くないし、そして何よりあなたといると楽しいから。イルちゃん。あなたはまだ自分の目標を見つけてなかったわよね。返事はすぐじゃなくていいわ。とても大切なことだからゆっくり考えてちょうだい。あなたにはあなたの選んだ道を歩んでほしいから。ふん、イルちゃんと一緒のアトリエか。毎日騒がしくてとっても面白そう。親友とアトリエをやっていけるなんて夢みたいに素敵なことだよね。ピリスちゃん、うわ、大変そうな。どこに向かうのですか？働きと行くか。これが錬金術。耐えられますか？いつもこれくらい楽ならいいのですが。お宝おいでませ。さあ、ひと働きと行くか。これが錬金術。痛かったらごめんね。余裕余裕。お宝おいでます。
はしません。道具で攻撃。私の原点といえばエルトナの扉。扉でも眺めて私のやりたいこと、私の将来について考えてみよう。新しいもの作ってみよう。おお。やりたいことって見つかったの？ああ、うん。なんとなく分かってはきたよ。あのね、私のやりたいことは大好きな人とずっと一緒に旅をすることかな。大好きな人？そんな人いつの間に？お姉ちゃんは許さないわよ。まずは私に挨拶に来るのが筋っていうもの。でも、どうやって自分に挨拶するの？え？
私の大好きな人ってリア姉のことだよ。わ、私？それじゃあ、私のやりたいことはリア姉と一緒に旅をすることなんじゃないかなって最近そう思うんだ。まあフィリスちゃんが望むならどんな場所にだってついていってあげるわ。それは嬉しいな。リア姉がいてくれるならどんな場所でも怖くないし。そう、リア姉が一緒ならどんな場所に行ってもきっと大丈夫。だってリア姉はかっこよくて優しくてとっても頼りになる私のお姉ちゃんだから。私のやりたいことはそんなリア姉とどこまでも旅をすること。新しい道具思いついた。新しいもの作ってみよう。さーて、どれを作ろう。材料はどれにしよう。これでいいかな。触媒は何がいいかな。これでいいかな。これで触媒は何がいいかな。さあ調合開始。材料投入。これはここかな。ここに入れよう。いい感じ。ここに入れよう。これはここかな。よし、いい調子。ここに入れよう。材料投入。こんな感じでどうだろう。仕上げスタート。いい出来だね。すごい調合、やっちゃおうかな。さーて、どれを作ろう。しよう。これでさあ調合材料投入。これはここかな。ここに入れよう。材料投入。それじゃこれでいいね。いいね。材料はどれにしよう。材料はどれにしよう。
調合か材料投入。ここにいるよ。よし、いいじゃん。これはここかな。ここにいるよ。これはこれじゃ。これで特性はどれに。こんな感じで大丈夫。これで完成。完成。どれがいいかな。これでよし、始めよう。材料投入。ここにいるよ。材料投入。ここにいるよ。仕上げスタート。どの特性を残そう。これよし、出来上がり。どれがいいかな。これでさあ、ちょ、これはここかな。材料投入。よし、いい調子。材料投入。材料投入。それじゃ、これで、どの特性を残そうかな。これでいいか。完成。完成。どれがいいかな。これでさあ、調合開始。これはここかな。ここにいるよ。ここにいるよ。これはここかな。材料どこ。それじゃ、ブルグ、どの特性を残そうかな。これでいいかな。これでよーし、出来上がり。どれがいいかな。これでよーし、始めよう。材料投入。これはここかな。ここにいるよ。よし、いい調子。材料と仕上げスタート。どの特性を残そうかな。こんな感じで大丈夫。よし、出来上がり。どれがいいかな。これでさあ、今日ここにいるよ。ここにいるよ。ここにいるよ。材料投入。これはここ。それじゃ、ブルグ、特性はどれ。こんな感じで大丈夫。こんな感じ。よーし、出来上がり。すごいの作っちゃう。さーて、どれを作ろう。どれがいいかな。材料はどれにしよう。これで食器。よし、ここに。ここに。これここ。材料。これはこれでいい。仕上げスタート。これはどれに。これ完成。完成。どれがいいかな。これでさあ、材料投入。これは材料投入。これはここかな。ここにいるよ。ここにいるよ。これでいい。それじゃ、ブルグ、どの特性を残そうかな。これでいいか。よーし、出来上がり。どれがいいかな。これでいい。よし、材料投入。ここにいるよ。材料投入。ここにいるよ。ここにいるよ。これはこれでいい。仕上げスタート。いいね。特性はどれにしよう。これで完成。完成。材料はどれにしよう。これでさあ、調合。材料投入。ここにいるよ。これはここかな。材料投入。ここにいるよ。これは仕上げスタート。特性はどれにしよう。
これはここかな、これはここかな、ここにいるよ、いい感じ、よし、いい調子、ここにいるよ、仕上げスタート。いいね、どの特性を残す、こんな感じで大丈夫、これ、よし、これを作るの、上手くなってきたな、どれがいいかな、これ、ちょっと、よし、ここにいるよ、これは、ここかな、ここにいるよ、だぜ。
さて、どれを作ろう。どれがいいかな。これで、よし、材料投入。材料投入。これはここかな。ここに入れよう。これはここかな。材料と仕上げスタート。特性はどれに。これよし、これも作り慣れてきたかも。材料はどれにしよう。これでさあ調合か。これはここかな。ここに入れよう。これはここか。材料投入。ここに入れよう。これはこれ。それじゃブルグいいね。どの特性を残そうか。これでよーし出来上がり。どれがいいかな。これでよーし。これはここかな。これはここかな。材料投入。材料これはここかな。ここに入れよう。仕上げスタート。うん、どれにしよう。こんな感じ。よーし出来上がり。材料はどれにしよう。これでさあ超材料投入。ここに入れよう。材料投入。これはここかな。材料と。それじゃブルグ、うん、完成完成。材料はどれにしよう。これで一食ごと。よし材料投入。材料投入。ここに入れよう。これはここかな。これは仕上げかな。これでさあ超これはこれはここかな。材料ここに入れよう。これはそれじゃブルグ特性はどれ。こんな感じで大丈夫。完成完成。どれがいいかな。食らいなさーい。
次はどこに行くの？おっと、危ない。石ころ踏んづけちゃった。あっ、滝見目っけ。ちょっとゆっくりしていこうかな。堅実にかつ迅速に行くよ。余裕だったね。おいしょ。てりゃ。おいしょ。てりゃ。てりゃ。朝ね。リリスちゃんは今日もとっても可愛いわ。いでよ、アトリエ。さーて、すごい調合やっちゃう。さて、材料はどれにしよう。先生に渡してあげないと。そういえばこれ何に使うんだろう。まあいいや、渡すついでに聞いてみればいいよね。
レシピを教えてくれれば私がやったのに。いえいえ、私が作った方が先生も楽できるかなって。本当にフィリスちゃんはいい子だね。私の弟子にはもったいないくらいだよ。いいえ、そんなことないです。私の先生はソフィー先生だけですから。フィリスちゃん、あ、ところでなんですけど、それって何に使う道具なんですか？ああ、これはね、プラフタの体を人間に近づけるのに必要なんだ。説明すると長くなるんだけど、というわけなんだ。わかった？さっぱりわかりません。いい返事。まあ普通はこんなことしないからね。私まだまだだな。丁寧に教えてもらったのにわからないなんて。ううん、そんなことないよ。さっきの道具を作れただけでも錬金術師として相当の力を持ってるってことだからさ。まだまだどころか、フィリスちゃんはもっと自分の力に自信を持っていいと思うよ。本当に立派な錬金術師になったね。先生として誇らしいよ。先生、お役に立ててよかったです。なあフィリス、試験に受かったお前に聞きたいことがあるんだけどよ。試験ってのは一体どんなものなんだ？え、試験は試験ですけど。そんなことは分かってんだよ。聞きたいのは具体的な内容だよ。俺様ガキの頃から傭兵家業一筋でな、開けても暮れても訓練と実践の繰り返しってなわけで、学校に行ったこともなければ試験ってのも受けたことがねえんだよ。あら、それなら今からでも学校に通ってみたらどうですか？いやこの年になって学生になるのもな、なんかちょっと気恥ずかしいっちゅうか。っておい、大人をからかうもんじゃねえぞ、ヤネ。ごめんなさい。あれ、リアネーとアンゴリフさん、いつの間にか仲良くなってる。まあいいか。ったく。で、話を戻すけどよ、試験っつうのはどんなもんなんだ？ですね、公認試験の場合だと、というわけです。試験のこと分かりましたか？分かったけど、つまんねえ。絶対それつまんねえだろ。なんかがっかりしちまったな。もっと面白いもんだと思ってたんだが。まあいいや、ありがとな。それじゃあな。どうして急に試験のことなんか。おお、おお。次はどこに行くの？アトリエ！
覚えてる？前にプラフタが私に目標をくれたこと、プラフタを超える錬金術師になるって。ええ、よく覚えていますよ。正直昔はどうしてプラフタがそんなことを言ったのかよく分かんなかったんだけど、最近ね、多分だけどプラフタの気持ちが分かるようになってきたよ。そうですか。うん、フィリスちゃんが立派な錬金術師になって力をつけてきて、そろそろ追いつかれちゃうかもしれないってそう思ってたんだ。それは嬉しいことだけど、でもやっぱり先生として負けたくない気持ちはもちろんあって、だから時々思うんだ、フィリスちゃんに挑戦状を叩きつけちゃおうかなって。そうすればフィリスちゃんが私を超えていってもお互い気持ちよく先に進んでいけるはず、そう思うんだ。今だから言ってしまいますが、おおむね私も同様の心境でした。一人の錬金術師としてやはり弟子に負けるのは悔しいですからね。やっぱりそうなんだ。ええ、もちろんです。弟子はいずれ師匠を超えていくものですが、せめて少しでも高い壁でありたい。それがきっと互いの成長につながりますから。まあ私はまだソフィーに超えられるつもりはありませんがね。あ、言ったな。プラフタなんて絶対に超えてみせるんだから。期待していますよ、親愛なる私の一番弟子。おお、よいしょ。